はい、皆さんこんにちは、モロトです。ファーゼストフロンティア、続きをねやっていきましょうか。現在の人口は239人ですね。我々のこちらタウンホールですけど、300人行くとねアップグレードできますね。次はティア4ですね。目指せティア4ということで、もっともっとね人口を上げていきたいところですね。住民はね依然満足、食料はね7ヶ月分ありますね。さあ早速商人が来たようですね。見ていきましょうか。こちらですと。はい、商人2人ですね。1人去っていくということですね。トレーダー2、こちらが新しい商人でしょうか。ほう、ハーブね依然持ってますね。向こうも我々としては売れるものがないですね。そして靴がね少し少なくなったんですけど、買わなくていいと思いますね。なんでかっていうと、毛皮がねたくさん我々持っているから、買うべきはこちらですね。柳を買っていきましょう。コツンと、こんな感じでしょうか。なんかね売っておきたいんですけども、売るのもね微妙なので、こんな感じでいいと思います。さあ靴ですね。靴屋さんなんですけど、どこら辺でやってたっけ。確かここに靴屋さんがあると思ったよ。2人ね働いてますね。昨年は28個作ってんのが、2人で28個って少なくないか。ちょっとサボっているんじゃないの。まあいいや、一つね靴屋さんの施設をね作っていきましょうか。多分ね結構初歩的なものなので、これですね。うん、どこに作ろうか。ここら辺スペースがね若干空いたので作っていこうかなと思います。はい、ここにしておきましょうか。うん、そしたらば、家なんですけど、もうちょっとね、建てた方が良さそうですよね。どこら辺に建てましょうかね。ここら辺が結構比較的空いてるんですけど、この道を一回崩すと2個ね、ここに建てられるんではないでしょうか。やってみましょうか。住居、こちらですね。最初は掘ったて小屋になります。こっちかな。ここに詰めて1個でしょ。もう一つで1個。こんな感じでね、2つできますね。なんだったらここら辺にももう一つ建てることができるんではないでしょうか。やっておこうか。ね。目指せ300人なんてね。で、なおかつ上ね、平坦化すればさらに建つよっていうことがなんとなくわかりますので、あれ?平坦化できる?大丈夫?できそうかな?こんな感じにしておきましょうか。これで一つ、そしてね、上に一つということで、さらにね、二つね、追加することができると思います。さあ、我々の住居ですけども、だんだんね、手狭になってきましたね。関係のない施設、住居に関係のない施設ですね。例えばなんだけど、ネズミ捕り。これはね、効果としては関係あるんだけど、必ずしもね、ここに置いておく必要はないので、移動ね、させちゃいましょうか。小さいので結構、こうね融通効くと思うんですけど、ここら辺に立てていこうかな。だんだんなんですけど、なんかねカクカクしてきましたよ。あともう一つこれかな。ネズミ捕り取っていこうか。取ったらね設置するのをねちゃんとゾーン指定するのを忘れないようにしましょうか。コツンと、こんな感じにしておきましょう。あとは我々ここにね採集場があるんですよね。木の実とかねキノコをね採集しているんですが、もうちょっとこっち側ね効率よく取りたいので、もうちょっとこっち側にね範囲指定をしていこうかなと思います。こんな感じかな。よしよしよし。それでは我々のねこちら櫓がねそろそろ立ちそうですね。あとこの縦の壁もそろそろ作られるじゃんね。いいねいいね。矢倉はねこっちにも確か追加したんだよな。これだ、もうすでにね立ってますね。アップグレードをしておきましょうか。さあそしたらねこちらの矢倉もね早く立ててほしいですね。優先順位上げていきましょうか。ちなみにですけども、大工さんは今どんぐらいいるんでしょうか。我々ね大工さんは15人いますね。労働者は15人か。うん、労働者あと10人ぐらいねよく言えば欲しいんですけどね。農夫をね若干削っておりますが、まあいいでしょう。さあ、あ、行った。一瞬ね木入ってったよ。お、入った入った入った。よしよしよし。この人がそのままね大工の役割をするんでしょうか。ポンポンポンと、はい、これで矢倉が立ちましたので、アップグレードをしていきましょう。あとは壁ね。ふんふんふん。ここら辺の壁一体ね囲っていけばいいんでしょうか。まあここ待たずしてもう真ん中ぶち抜いていきましょうかね。ちょっと荒治療ですけどやっていきましょう。こういう感じでいいかな。ガツンと。そしたら回収ですね。そしてここまでいけちゃうんだよな。さらにね石がね溜まるね、困っちゃうね。よいしょと、回収ですと。
そしてここもかな、必要ですね。あと下もね、必要ですね。よいしょと、はい、取りましたと。ここがちょっと出っ張っちゃってるので、マニュアル操作で、回収しておきましょう。さらに上一応見ておこうかな。大丈夫そう。ちょっと木があって見にくいんですけどね。これは壊せるかな。よいしょと壊しておきましょうか。これで多分全部大丈夫ですね。うんうんうん。さあ、人がですね、新しい2人追加されました。2人一気にね、病気になりましたということで、殺伐としております。ほう、ここにね、立ちましたね。小屋が立ちましたよ。速攻ね、アップグレードしてほしいですね。で、真っ平らになったので、すかさずでしょうかね。ここに家を建てていきたいと思います。くるっと上向きだね。上向きがいいでしょう。そして、ここに立つかな。おや？ここにはまだ立たないか。もうちょっとね、平坦化していきましょうか。こんな感じで平坦化していけばいいのかな。よしよしよし。さあ、そしたらね、ここにね、矢倉があるので、これはね、どっか端っこに持っていきましょうか。どうだろう？これさ、上の方に、山の上の方に設置するということで行きましょうか。どこら辺がいいんだろうね。あんまり山の上すぎても、そもそもね、レーダー来ないんだよな。もうちょっと下の方、こういったとこに置いておくのがベストなのかもしれない。置いておきましょうか。すごい木がね、もりもり生えてて分かりにくいんですけど、ここに立ってるんだよな。だからこの周辺をまたね、平坦化していけばいいんだよな。多分これでいいと思うんだ。そしてね、なんでね、平坦化するかというと、実はこちらにもね、山の上にね、矢倉があるんですけども、ぐるりね、石壁で囲こうかなと思います。どうでしょう？多分ね、速攻で攻められたらね、やられちゃうと思うんですよ。こんな感じで平坦化するでしょう。まあ、ここぐらいだったら多少平坦化されているから、すぐ作れるかもしれないな。ここに門をね、つけますよね。そしたらば周辺をね、壁で囲うという感じで。こういう感じかな。はいと。やっぱりね、ここら辺までは無理ですね。平坦化が足りていないということだと思う。急いでやって、はい、平坦化しましたよ。そしたらばこういう感じでしょうかね。多分これでぐるり囲っていると思うんだけど、囲ってるね。うん、大丈夫ですね。さすれば向こうにも行きましょうか。ちょうどね、葉っぱがすべて落ちて見やすくなりましたので、ここに門をね、つけていきます。ここかな。もう直接、間近にね、門つけちゃっていいと思うんだ。そしてこれをぐるり囲うよということで、こんな感じですかね。そしてここも囲っておけばいいでしょう。よし、よし。気づけばね、あんまり山の上ではなかったんですけど、まあ、とりあえずいいんじゃないのかな。そしたらば住民もね、新しい赤ちゃんですね、生まれました。家畜もね、生まれましたね、6頭。結構さ、もう家畜パンパンなんだと思うんだけど、見ていきましょうか。まずこちらですね、家畜の数としては13匹いるね、13頭か。うん、もう満杯ですと言ってますね。こっちもそうですね、12マックスなんだけど13いるのかな。かなり満杯だ。人が足りてないな。大丈夫かな。ちょっとやっておきましょうかね。二人追加しておくという形で行きましょうか。そしてここ、ろうそく屋さんですけど、人がいないぞと。一人だけね、追加させていきましょうか。商人が来た。やったやった。商人来ましたね。見ていこうか。さあ、トレーダー1ですね。一人いないのか。ちょっと一人追加しておこうか。こんな感じでね、労働者があっという間にね、いなくなっちゃうんだよね。さすれば、このトレーダー1ですけど、我々として渡せるのはビールか。そうなんだ。ビール結構飲まないんだよな、この村人たちね。いいことだと思いますね。あとはクロスボウね、この村人たちね、全然作んないんだよね。うん。蚊は相変わらずありますよと。それ以外向こうからね、もうもらうものとしてはないでしょうね。靴もね、こっから増えてくると思うんで、牛もね、もう十分いらないと思うんですよね。うん。そうするとネズミ多発中。よし、設定をね、怠ったからですね、やっていきましょうか。食料庫が近いところにね、ちゃんと囲っていかなきゃいけないですね。ここに一つでしょうか。そしてもう一つ、こちらに関してはもうちょっと上かな？ね。ここら辺覆う感じで、二つの市場ね、重なり合わせておきましょう。これで多分ね、大丈夫だと思うよ。なぜか砂がね、ここら辺にパラ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 落ちているのはなんででしょうかね。うん。ここも多分大丈夫だよね。ネズミ。やっぱりね、ネズミ捕りって強力なんですね。これ二つだけでいいのかな？ネズミ捕りはね、ネズミ捕りでね、1ヶ月あたり費用が8ゴールドかかってくんだよな。
でも今はね、プラスに結構転じておりますね。うん。はい。新たな商人また来ましたので、見ていこうか。そろそろなんか外貨獲得したいですね。はい。ビールですね。同じ額だったと思うんだよな。そうだよね。そしたらトレーダー2で売っていきましょうか。よいしょと。あんまりお金にならないよ。400ゴールドぐらいですね。で、チーズいけた。よし。これはいいね。2000ゴールド一気にゲットしました。チーズ。ね。まだね、我々1400個のチーズを持っております。逆にね、向こうから何が欲しいかというと、あまりないですね。強いて言えばこの2つだけど、これもね、まあそこまですぐいらないかなと思うんで、半額ぐらいはちょっとね、共有保管庫にね、移しておこうかなと思います。もうちょっとチーズね、振っちゃってもいいかもしれない。ガツッと200ぐらいこっちにね、持ってこさせるという指示を出しておきましょう。いや、順調ですね。結構我々順調だと思う。おっと待って、ここが枯渇してるか。そうか、もう石ないんだろうな。そしたらば木切っちゃおうかな。ここら辺ね、たくさん木があるのでやっちゃいましょうか。うん。そしたらば向こうにね、牛さんたちが確かいると思う。こいつらね、殺されないね。大丈夫だね。こっちに戻しましょうか。まだまだ石がね、周辺前回探索したんで、たくさん取れそうですけども、一旦ね、木にしておきましょうか。丸太がね、300と不足しだしましたので、これまたね、1000ぐらいまで持っていこうかなと思います。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。続きはね、見たいと思う方いらっしゃったら、ぜひいいねボタンでお知らせください。またね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。Me. We're on the way to New York City. Take my hand and see. Manhattan never looked so pretty.